皆さん書いておられるのよ。あ、これはあの渋野さんがよく、渋野さんがあの学校がここだから、あ、そうなんですか、この目の前、あ、そのこの目の前が小学校ですか。じゃこの前で遊んでたんですね。渋野日向子さんがそのシュワッとなった雨が好きだったんや。あ、これあったな。あ、そうなんですね。ちょっとこれ一つ買おうかな。10円で昔から。あ、ありますね。押したら出てくるやつです。で、お小遣いを50円もらって、でもその時ってお金。皆さんこんにちは。今回は岡山市中心部から東の方に行ってまいります。岡山市東区東平島というエリアに行こうと思います。こちらはですね、懐かしのお店があるということで、今回皆さんにご紹介したいなと思います。はい、というわけでね、今日は岡山市東区の東平島というところに来てます。2号線から少し離れた、とこなんですけど、今日はね、ちょっとね、懐かしのお店をね、ご紹介したいのと、もう岡山ではもう馴染みのあの方々がちっちゃい時から訪れていたという、で時々ねなんかまた訪れたりするような、あの懐かしのお店ご紹介します。この住宅街の一角にある、駄菓子屋さん、昔懐かしい駄菓子屋さんですね、坪井商店さんに今日はちょっとお邪魔しようかなと思います。あらかじめね、あの撮影許可いただいてますので、で営業がこのお昼の1時からですね、平日で、この土日祝日が10時からということです。この方々が、実はここに来てるということで、お邪魔しようかなと思います。お店なこんな感じで、あの本当に昔ながらの、駄菓子屋さんかなと思います。昔本当にねこういう感じでね、ここに引っ掛けていろいろ売ってありましたね。懐かしの商品があります。でこのね加工に入れて、商品を買うという、スタイルになってます。もうどれぐらいやられ営業されてるんですか。営業も長いですか。戦後焼け出されて岡山の岡台の近くを帰ってきて、昭和27年に始めた店。あ、昭和27年に。27年、もうここでずっと、うん、ここで、そのその時だからコンビニもないし何もないから何でも売ってたの。もういっそ駄菓子屋にしよう思ってな。駄菓子屋にしたのが昭和の48年かなぐらい。あんとか、まあ、藤原しおりさんとか、渋野日向子さんはやっぱ最近来られたんですか。それはあの学校がここだから。あ、そうなんですか。この目の前、あ、そのこの目の前が小学校ですか。じゃあ実家に帰ってきた時はあの渋野日向子さんはこの山の方だしな、距離があるの。はいはいはい。それから藤原しおりさんは国道の向こうだから、あ、ちょっと毎日来るわけにいかんでしょ。あ、そうですね。だけどあのもうおじいちゃんおばあちゃんからお父さんがみんな出入りしとられるから。あ、じゃあこの前で遊んでたんですね。この前で遊んでたんですね。ここにあった延べ石があったのな、捨ておられたからな、はい、捨てずに置いといてあげて、来るかの子供の椅子に置いてもらって、あ、休憩場所、あそこで遊ぶ。あ、なるほどね。なるほどね。皆さん買い来られるのよ。あ、これはあの渋野さんがよく、渋野さんがあの試合の時に食べた分。それと、まあなんか、それとそのいろいろなもの、はじめはな、自分の日向子さんがつくようなもの、あの当時も入れてあげたんだけどな、冬物が全部揃ってないけどな。あ、じゃあ、うん、僕の時代のやつをちょっと探しますね。
だいぶ様変わりしとるでしょ。そうですね、なんかちょっとさ昔見なかったものも、あ、これあったな、10円で昔から。あ、ありましたね、押したら出てくるやつ。押したら出てきて赤、黄、青が当たりでな、 あとは外れ。あ、そうなんですね。ちょっとこれ一つ買おうかなね、これも。それでヨーグルトは昔からあるのですね。昔の子はそれを指でこうやって食べるですね。そういうことは通らんからな。これ、はい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 、また人気よ。へえ。これないんですけどな、あと製造しないんだけどな、あとあったら全部戻ってきたんですけどな。あ、もうこれ製造中止なんですね。懐かしいよ。ちょっとゲテモノは昔からある。もう変わらない感じですね。50円。それ珍しいでしょ。珍しいですね。風呂の中でこうしてするカエルがあるでしょ。はい、ありますね。これはよ、皆さん買うよ。あ、なるほど。めんこもあるんですね。あの、僕が行ったら小学校1年生の時で、家の近くに駄菓子屋さんがあったんですよ。でお小遣いを50円もらって、でもその時ってお金の価値っていうか、どれ何なのか分かんなくて、とりあえずあの財布持って行って、あのお店のおばあちゃんにちょっと渡して、だから自然に覚えれるんよ。そう、財布ここ移してごらんよってな、財布の中身を全部移してな、それでいくらあるからいくら買えるよとかな。あ、説明 してあげるんですね。なるほどね、懐かしいですね。これ小学校1年生の時、そうそうそう、1年生これですよね。こういう感じですかね。そうそうそう、で当たりがついてるかついてない、当たりね、当たりが出たらもう1個負けよ。どこ、あ、すごい。今のこはどんぐりガムじゃなくなしに、そこにあるシュワッとなったその今の上にあるでしょ。あ、これ渋野日向子さんがそのシュワッとなった飴が好きだったんや。あ、これですか。これに必ずな入れてあげよったんですよ。180円でこれがな194円になるんです。はい、はい、ちょうどです。はいはい、ありがとう。これ当たりがあるから、当たりがあったらまた持ち帰る。わかりました。ちょっとまた改めてあの友達連れていきます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。いや本当にね、あのいろんな話を聞くことができました。で、まあね、本当にあの昔の懐かしい駄菓子からね、もう最近できたような。最近の若者系向きの駄菓子とかね、まあ、その今の時代に合わせた、内容がほとんどかなと思います。ぜひ皆さん興味ある方は行ってみてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。